絵柄の確立までにどのくらい時間がかかりましたか？ああ、なんか今のこの絵柄が確立されたと呼ぶのなら、だいぶかかりましたね。何年だろう、中学生ぐらいからって考えると、何年だ？私今何歳だっけ？年齢すぐ忘れてしまいます。10年ぐらいですかね。10年、長いですね。長いですね。めちゃめちゃ模索した期間が長かったですね、私は。いや、でも確かに私もそのくらい悩んで悩み続けて、全然確立してないなって思ってますわ。え、失礼じゃないですか。え、そうですか、ありがとうございます。綺麗な絵だなって見てました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しすぎる。でも実際こう、まあ自分の絵柄っていうのは意識しなくっても人それぞれ持ってると思うんですけど、はい、自分がこれだって思える絵柄に出会うまでって長いですよね。いや、長いですね。やっぱもう本当無個性だなって悩んでた時期もあったんで。ありました、私も。いや、あります、絶対通りますよね。通ります、みんな通るんじゃないかな。でもまあ悩んで悩み続けて、もうずっと模索した結果、いつかはどっかでたどり着けるっていうことですよね。そうですね、まあ書いてればいつかはたどり着くのかなという感じですね。結構その絵柄がその個性ないなって思ってこう辛くなる人もいると思うんですけど、そう、諦めないで描いていたら絶対たどり着くと思うので、諦めない方がいいと思います。諦めないで。ね、諦めないで。